新宿ゴールデン街。新宿ゴールデン街は東京都新宿区歌舞伎町一丁目にある飲食店街。東京都新宿区に所在する飲食店街である。およそ2000坪ほどの狭い区画に低層の木造長屋が連なっており、200軒以上の小さな飲食店が密集している。かつては分断バーなど個性豊かな店も多く常連客として作家、編集者、 映画監督、俳優といった文化人が多く集まることで知られていた。このような背景から東京におけるサブカルチャーやアングラ芸術の発信地の一つとなっている。1980年代後半のバブル景気の最盛期には激しい地上げに見舞われたが飲食店の店主ら有志が新宿花園ゴールデン街を守ろう会を結成し団結して地上げや 再開発への反対運動を展開した。1990年代に入ると、バブル崩壊により地上げは収束したが、地上げに屈して閉店した空き店舗が多数放置され、一時は客足も滞ったことから、さながらゴーストタウンのようになった。そのため、飲食店により構成される組合が中心となり、街の活性化やインフラストラクチャーの整備などを推進してきた。 2000年代に入ると新規支店が相次ぐようになり、客足も戻ったことから、再び活気を取り戻した。近年では、ヨーロッパなど欧米からの観光客が多く訪れることでも知られている。なお、区画内の路地は市道であるため、路上での写真や動画の撮影には、所定の手続きが必要とされている。新宿ゴールデン街は、 東京都新宿区の一角にある飲食店街である。花園神社にほど近く、第二次世界大戦後に建てられた木造長屋建ての店舗が狭い路地を挟んでマッチ箱のように並んでいる。東を花園交番通り、西を四季の道、南を東京電力角の外変電所、北をテルマー湯に囲われた区画である。区画内の路地には、それぞれ g 一通り、 G2 通り、明るい花園1番街、明るい花園3番街、明るい花園5番街、明るい花園8番街、招き通りといった名称が付けられている。もともとは G1 通りと G2 通りのみがゴールデン街と呼ばれていたが、この名が全国的に有名となったことから、現在は区画一体を総称して新宿ゴールデン街と呼んでいる。 明るい花園一番街より、北側の店舗は新宿産交商店街振興組合を組織しており、南側の店舗は新宿ゴール恋愛商業組合を組織している。新宿産交商店街振興組合のエリア内の路地はすべて指導であるため、路上での無断撮影は禁じられており、撮影時は事前申請の上腕章着用など、所定の手続きが必要となる。近年では、 私有地であるはずの路上にて、無許可で写真や動画の撮影を行う者がおり、問題となっている。ただし、新宿産高商店街振興組合に加盟する店舗の者のに頼んで、スナップ写真や記念写真などを直接撮影してもらう場合は、申請が不要とされている。ただ、その場合も、当該写真を商用利用する場合は、申請が必要となる。なお、 路上ではなく店舗内での撮影については、店舗側の許諾を得れば問題ないとされている。なお、新宿ゴールデン街の区画全体が、花園神社の宇治こ地域となっている。そのため、花園神社の紙札や熊手を祀る店舗が多い。新宿ゴールデン街の起源は、太平洋戦争終結後の混乱期にできた闇市を、短所とする。当時の東京と淀ド区、四谷区。 いずれも現在の新宿区周辺では闇市が軒を連ねており、新宿駅の東側には関東おずくみによる新宿マーケットが広がっていた。その後、新宿マーケットは屋台を中心とした飲み屋街に変貌し、リューグーマートと呼ばれるようになった。しかし、1949年に連合国軍総司令部が闇市撤廃を指示するに至り、東京都庁と警視庁は、 各店舗に対して翌年までの移転を命じた。それに伴い、闇市の各店舗は大会地として新宿区三高町、現在の歌舞伎町一丁目と新宿五丁目の一部の一帯に移転することになった。この一帯が後に新宿ゴールデン街と呼ばれるようになる。当時の三高町は繁華街から離れた場所であり、ほとんどの店が飲食店の名目で、 赤線まがいの営業をしていた。風俗営業法の許可を取らないも潜り営業のため、続称で青線と呼ばれた。歌舞伎町付近にはこれ以外にも青線が集まっており、都内でも有数の売春街であった。しかし、1958年の売春防止法施行により、青線営業を行っていた店はすべて廃業した。 1958年の売春防止法施行後は、飲み屋が密集する町となり、新宿ゴールデン街と呼ばれるようになった。なお、1978年の住居表示実施に伴い、従来の三高町という地名は消滅し、歌舞伎町一丁目と新宿五丁目とに分割再編された。新宿ゴールデン街を含む一帯は、歌舞伎町一丁目の一部となった。 新宿ゴールデン街の店は、分断バー、ゲイバー、特に女装バー、ぼったくりバーの3つに分類できるとも言われた。店内は3坪、または4.5坪と狭く、カウンターに数人並ぶと満席になる。分断バーには、作家やジャーナリスト、編集者らが集まり、熱い議論や喧嘩を繰り広げる場所でもあった。バーが営業を始める時刻以降に行けば、誰かしら、 著名ライターに会える地域でもある。1976年には、小説家の中上賢治が第74回、芥川龍之介賞を、ノンフィクション作家の佐紀隆造が第74回なおき35賞を、それぞれ同時に受賞したが、いずれも1975年度下半期受賞。両名とも、新宿ゴールデン街の常連客だったため、この街の名が、全国的に報道された。 その結果、新宿ゴールデン街は文化人の集う街として広く知られるようになり、文化人たらんとする人間にとってゴールデン街に馴染みの店を持つことは必須とまで言われるようになった。な、常連たちによって話されている内容は非常に専門的であることを覚悟していく必要がある。また、作家、ジャーナリスト、編集者といった文筆業関係者だけでなく映画監督や 劇団の演出家、男優、女優、モデルなどにも、常連客が多かった。この頃の常連客としては、漫画家の赤塚藤雄、富永一郎、滝田優、原平、画家の岡本太郎、イラストレーターの黒田聖太郎、デザイナーの長友慶天、工芸家の弓純夫、歌道家の足立東子、作曲家の竹光徹、詩人の清水明、小説家の色川舞台、 海光剣、田中小美正、長谷川志郎、団記録、下田影器、北方健三、五木博之、大沢有正、矢野徹、吉行淳之介、安岡翔太郎、遠藤修作、瀬戸内寂聴、野坂昭之、映画監督の大島渚、若松孝二、熊代達美、撮影監督の姫田誠作、演出家の藤十郎、俳優の菅原文太、原田義雄、 石橋蓮次、松田祐作、緑真子、高田淳次、三国蓮太郎、落語家の初代林屋三平、歌手の名木健一、評論家の大谷宗一、目黒子二、力士の氏、葉山義一、などが知られている。これらの常連客は、やがて新たな別の文化人を伴って、訪れるようになるため、客層のディープ化により一層拍車がかかった。例えば、画家の岡本太郎は、 小説家の芝良太郎が上京するたびに、共に新宿ゴールデン街へ繰り出していた。芝だけでなく、岡本は他の様々な文化人を新宿ゴールデン街に誘っていた。日本国外からも文化人が訪れるようになり、特に映画監督のクリス・マルケル、ビム・ベンダース、宝ケンテオ・アンゲロ・プロスに至っては、来日するたびに必ず毎回新宿ゴールデン街を訪れるほどであった。 さらに、ジャーナリストの岡留康則、立花隆声優の柴田秀勝、外、波山文明、前衛芸術家の長年郎、コメディアンの内藤鎮、といった著名人が経営するバーも数多く営業していた。また、新宿ゴールデン街のバーで働いていた者の,の中からも、歌人の原町、小説家の長瀬聖集、社会学者の三橋淳子、 といった著名な活躍をする者が現れた。このように、多様な文化人が集まったことから、サブカル文化やアングラ芸術の発信地となっている。この街を講師とする文化、生活習慣、芸術運動なども多く、レンタルカフェや、ピクチャー・ユア・セルフ・サウンド・スクールなどが挙げられる。なお、文化人だけでなく、政界や官界、財界の関係者も数多く通っており、 実業家の田辺萌一、労働運動家の山岸明などが常連として知られている。さらに、政治活動家の東郷健が経営するバーも存在した。また、バーを経営していた長谷由里子が第39回衆議院議員総選挙で当選するなど、政治家として活躍する者も,も現れた。1980年代にはバブル景気により、日本の地価が急騰し、 新宿ゴールデン街においても再開発の噂がささやかれるようになった。土地の買い占めを狙う地上げ屋が出没し、新宿ゴールデン街一帯は激しい地上げにさらされることになった。既存店舗のオーナーらは地上げに反対する動きを見せ、双方の対立が深刻化した。1986年には不審化騒ぎが起きるに至り危機感を抱いた既存店舗のオーナーらは、 新宿花園ゴールデン街を守ろう会を結成し、地上げや再開発に反対する活動を展開した。新宿ゴールデン街では土地や建物の権利関係が極めて複雑なため、守ろう会では、まず法務局に通って土地や家屋の権利者を一件ずつ確認する作業から始めるなど、地道な反対活動を続けていった。一方で、守ろう会の代表がオーナーを務める店は、 その後、何度も、不審火の被害にあった。だが、店の焼け跡に椅子を並べて露店にし、焼け残った冷蔵庫内のビールとつまみのみで営業再開したところ、他店から料理や酒の差し入れが相次ぎ、火災見舞いに訪れた常連客に加えて、通りがかりの人も交え、オーナーを励ます宴会が開催されたという。この街に愛着を持つ者も多く、 現在でも1950年代の雰囲気を残す場所として残そうという動きが続いた。バブル崩壊により地上げは終わったが、今度は地上げにより閉店した店がほったらかしの態になった。景気も悪くなり客足もさらに遠のき、ゴーストタウンのようになった。しかし、店のオーナーらが団結し、区に道路、下水、ガスなどのインフラ整備を申し入れたため、区の支援を受けて、 大規模な整備が行われた。このインフラ整備により、若者たちが新たな店を出すようになり、再び空き店舗がどんどん減っていった。店のオーナーらが団結し、客足が戻るような活動を展開した。その結果、新宿ゴールでン街が再び生まれ変わった。この頃の常連客としては、漫画家の井上和夫、安倍野郎、作曲家の沢田館、歌人の鳥居、小説家の樋口武史 矢月修作、平山夢明、龍美里、両席術、岩石真子、翻訳家の柳木下木一郎、評論家の町山智広、編集者の中瀬ゆかり、映画監督の金子修介、そのコーン、今岡真嗣、山下厚弘、アニメーション演出家の岸誠二、脚本家の向井康介、植津誠、俳優の佐野史郎、大杉さざなみ、斉藤匠、アーティストのビビアン佐藤、 アートディレクターの高橋良樹、ゲームクリエイターの芝尾英霊、時田隆、プログラマの藤川真一、音楽家の中原雅也、お笑い芸人の水道橋博士、声優の古川俊夫、小形恵美、沖谷ゆり太郎、山田真一、神谷博文、歌手のコムアイ、沖手ポルシェ、アイドルの最上もが、などが知られている。さらに、 映画監督の広崎哲也が映画上映会を定期的に開催するなど、文化人によるイベントも開催されるようになった。また、新宿ゴールデン街のバーで働いていた者の,の中からも、小説家の李オシエ、俳優ののミ野タ明、アイドルの水野シズ、アコーディオニストの小春、といった著名な活躍をする者も,も現れた。なお、文化人だけでなく、政界や寛解。 在会の関係者も数多く通っており、警察官僚の坂本勝、文部官僚の寺脇健、前川喜平、などが常連として知られている。2016年4月12日13時30分頃に、この新宿ゴールデン街内の木造を2階建ての建物が燃え、この影響で、店舗兼住宅など3棟、およそ300平方メートルが焼ける火事が発生した。 火元となった2階建ての建物は、築数十年経っていて、老朽化していた。なお、4月12日の夜はいつものように営業する店があった一方、この火事での焦げ臭い匂いの影響によって、営業を取りやめる店もあった。4月13日、警視庁は、防犯カメラの映像から、住所不定無職の66歳のホームレスの男を、建造物侵入の疑いで逮捕したことを発表。 捜査関係者によれば、火元になっていた建物の2階にあるはずの火災放置機が、改装工事のため、取り外されて、作動しなかったという。2017年5月9日、東京地方裁判所での初公判で、非厳重建造物等放火と建造物侵入の罪に問われた男は、警察の取り調べで認めていた放火を否認、建物への侵入は認めた。弁護側は、 火災の原因を火の不始末や電気やガスだと主張したが7月20日、休憩懲役4年に対して懲役3年6ヶ月の実刑判決を言い渡した。駒田秀和裁判長は建物に侵入した時点では異常がなく他の人物による放火の可能性はないとして放火の無罪主張を退りけ200件以上の飲食店が軒を連ねている場所で不特定多数の人に被害を及ぶ。 可能性もあったとした。新宿ゴールデン街で働いていた経験を持つ人物を五重音順に記載し、括弧内に代表的な職業を併記した。配分以降は新宿ゴールデン街での主要な職歴を記載した。なお、現職、現職、双方を記載しているため、現時点では働いていないものも含んでいるため注意、されたい。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。